縛ってしまうって本当に文化にとっていいことなのかな。テレビならまだ、うんね、みんなの目に入るから、はい、目に入るからそれはある程度必要だと思うんですけど、うん、でも皆さんで例えばね10代の頃に怪しげな寝方で不思議な犯罪を見たりとか、うん、街角のちっちゃな